3D 文字を入れてみました。アルトワークス DIY。 今日は車に乗ってちょっと外出しました。エンジンかける時のオープニング、ワクワクテンション上がります。いつもワクワク。ちょっとクイックワイヤーの走行動画、ピボットのスロコンをオフにしてブリッツパワーコンありでゆっくり街乗り運転してみました。何回も言いますが、表現は難しいですが、出だしからもたつきがなくなって、やっぱりエンジンがスムーズになった気がします。おって言うてますよ。いつもより走り出し盛りってした感じがします。元気なワークスを例えるなら、マニアックな例えですが、まるでメガドラミニ2のパワーアップしたスペースワーカー。40秒ほどお付き合いください。メガドラミニでグラフィックがスムーズになった、元気もりもり、ぬるぬる走るように動く、飛び回るクイックワイヤーの効果、表現すると動画にしたらこうなってしまいました。動画制作時間は1時間ほど。ボスを倒すと本編が始まります。コメントリクエストありがとうございました。話変わって、気になる走行中の音、なんか気にはなります。なんかキシキシミチミチ言うてます。いろんな音がします。中からします。どっから鳴っているんだろう。気にはしないけど気にしてます。黄色い帽子のカー用品店があり、ちょっとおトイレ行くだけのつもりが巡回しました。このドアにつける静音気になりました。ダッシュボード用静音モールを握りしめ、ホイールを見ながら黄色い帽子のカー用品店を後にして、またドライブ。何やろか、音何が鳴ってるんやろ。振動と同時にいつも聞こえる。今日は音原因を解消してみよう、向き合うことにしました。100均行ってみよう。静音シリーズを見て調べていたら、100均材でいろんな方が過去にされてるのを見て、ええもんは高いんで静音試してみたいと思います。リアのドアハッチは4箇所ここにペタペタ貼るみたいですね。後部座席は足元1箇所、2箇所ですね、ここにペタリと貼るみたいです。緩衝材を貼るだけですけどね。そして微妙な効果を試しては見たくなりますよね。よくつくようにシリコンオフをしました。確かにここに緩衝材を入れたらより密着してきしみ摩擦が減りそうな気がします。ドアスタビライザーをつけたんですけれども、剛性感と静音感ありました。静音シリーズは透明な薄いシール、正規品は薄いシールでしたが、ソフトクッション材でも効果はありそうな気がします。ここにペタリですね、ただ貼るだけ。ただソフトクッションシールをここにペタリと貼るだけで、この緩衝材で静音効果あるのでしょうか。
ハッチを閉めてみます。ゴムのポツポツに跡がつきました。しっかり密着しているような密着しているような気がするですね。気がしました。後部座席も貼ります。同じ作業です。ペタッと貼るだけ。作業時間は5分もかからなかったですよ。密着してるドアスタビライダーのおかげだと思います。前もあるよということで、前も同じように気持ちの問題かもしれませんね。ペタッと貼ると緩衝材がドアと触れ合って密着、静音、ドア閉めすぎてご近所迷惑、でもワークスは快適に感じる、それがワクワクワークスラッシング。何回閉めても気持ちいい。密着感、自己満、納得しました。後ろのドア閉めて、あ、音の原因がこれだ。釣り革ドリンクホルダーがプルンプルンしてますやんか。この音ですやんか。走ってる時のこれやんか。今更ですが、ん、カンカンも言うてます。あ、シートベルトもかなり音がしていました。原因はこの2つでした。よければチャンネル登録をよろしく。気になるギシギシ音がなくなりました。